にちは、ニューボールパーティーの陽介です。大山です。どうも、おはようございます。はい、ということでですね、今日の企画、ツイッターでですね、ちょっと面白いものを見つけたので、はい、そちらを今日はやっていこうと思うんですけども、僕らはどういう大学卒業してますか？音大です。はい、ということで音大を卒業してるんですけども、ちょっとそちらの音楽にちなんだ面白いものを見つけまして、っていうのがですね、ソルフェージュに関するものでございまして、音感ある人ほど歌えなくなるソルフェージュっていうのがありまして、まあ、ソルフェージュって何なのかっていうと、その楽譜をパッと見てそれを音符の通り歌えるかみたいな、それがですね、音感がある人ほど歌えなくなっちゃうソルフェージュっていうのが今ちょっとツイッターで流行ってまして、彼女は絶対音感を持ってて、俺は絶対音感持ってない、しかも普通に耳悪いっていうのを音大入試するためにさ、ソルフェージュの試験あるじゃん。ソルフェージュの試験どう、何してた？対策みたいな。何もしなかった。何もしてないでしょ。毎日3時間ぐらい毎日3時間ぐらいやって、ソルフェージュのレッスンめっちゃ通って、最後にソルフェージュの先生に言われた一言、あなたは最後まで取れるようにならなかったわ受験の前まで言われてたって。やばっていうから、僕は耳悪いんですよまあぼちぼち訓練したからちょっとはできるかなみたいな。で、そんな絶対音感ある人 VS 絶対音感全然ないし耳悪いやつで歌ったら、どっちがこううまく歌えるのかっていうのを今日はそちらを検証していきたいと思います。はい、どこらに画像出す、多分山田の顔のところに出ると思うんですけど、これがどういうことになってるかっていうと、最初は歌いましょうソファミで、ソファミのところが、これ本当にソファミなんですよ。で、その次行ったらファミファソファミレドってなってるけど、本当の音はファレミファファミドレなんだね。もう無理こういうのがいっぱいある曲なの。ここら辺まだいいんだけど、最後の方とかね、すごいソルフェージを知ってる人ならあればあるほどちょっときついのが、これラシドがラシドって書いてあるんだけど、ラシレになってるで、俺一番ヤバって思ったのがシドってなってるけど、音はシとシなの。シドってさ、シからこうドに行きたいみたいなだからシーって歌ったら、次ドって書いてあったら、もう脳が勝手にその本当にドに行っちゃうんだけど、これはシにドには行けないっていうフラストレーションがたまるような感じなのということでございまして、早速こちらを歌っていきたいと思います。キングクリムゾン、いきましょう。じゃあ最初歌ってみて、これくらいか、1、2、3、はい、歌いましょうソファミ、ここら辺余裕だべ、ファミファソファなんでファミファファファミファソファミレレレミレレレレレド、違くない？歌えたかなラソファソミミミソミミミソミレレレミミファレソドじゃあ次俺一段ずつだわ。歌いましょうソファミファミファソファミレド、歌えないんだけど、いやですか、マチボープだよ。あ、間違えた音符てかリズム読めない、ここ合ってたでしょ、今合ってたよねすごい、ファミファソファミレド、え、なんで？なんで歌えるの？じゃあ次、2段目いきましょう、お願いいたします。歌えたかなラソファソレソレレミソミファレソドテンポ無視テンポ無視次いきます、いくよ。歌えたかなラソファソミファレドあー、言っちゃった、ソミファレソド、ヨスケの方が取れるね、イエーイ、負けちゃうよ。最後の段、ダイマさんの挑戦です。ドレミソソファドレミソファソラシドレレドレ
うんだけど。三、はい。ドレミソフ、ドレミソフ、ドレミソファソラシドドラソシドシ。ドレミソファソラシドドラソシシ。なんかずれ。これ普通のシなんだけどな。ごめんごめんごめん。ドラソシシド。早くしなさいってば。もう頭からそう取れてるのがもう頭の中でクン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